今日はですね、知床半島で発生した遊覧船転覆事故に、こちらに関しまして、取り上げたいと思います。でですね、こちらの、事故ですけども、運用会社の、パワハラ的なものもあれば、あと、船も、ずさんなもの。あと、本来、船自体も、波の穏やかな瀬戸内海等で運用していたものを、払い下げで、買ってきて、で、概要的な荒波がある、知床の海で、使っていたというふうな、ことのようです。でですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、こちらの、観光船で使っていた、他の、観光船もそうらしいという話なので、まだ、決定的ではないんですけども、アマチュア無線を、活用して、連絡を相互に取っていたという話のようです。で、本当かどうかわからないですけど、今ちょっと見えますかね。この 50MHz 帯、こちらの無線機を利用して、行っていたらしいという話があるようです。で、アマチュア無線と言いますと、ご存知の方も、無線やってる方、無線が好きな方、であればわかると思うんですけども、営利目的、こちらの使用に関しましては、禁止されてます。昨年ですかね、昨年、今頃、4月に、本格施行だったと思うんですけども、アマチュア無線の運用に関して、見直しがあり、ボランティア活動にも活用しましょうということで、総務省の、なんて言いますか、方針の一つとして、歌ってますけども、歌い始めましたけども、それでも、こちらに関しましては、アマチュア無線免許を所持し、かつ、非営利目的、で、地域貢献に即したもの、こちら以外の運用は禁止ということで、今回の、観光船、周遊船、こちらに関しましては、営利目的ですし、ボランティア活動ではありません。なので、完全に違法扱いな、無線運用をしていたということです。一部で、万が一の、ために、救難信号を、送信するために、予備的な無線として置いていた、あるいは、船長さんとかの、船員の方が、今、マリタイムモビルで運用してますみたいな感じでやっていたのではないかというふうに、肯定的な意見もされていますけども、事務所の方にもアマチュア無線とおぼしきアンテナが立っていたので、これはなかなか言い訳としても難しい、非常に厳しいものではないかというふうに、言われています。で、本来ならば、小型の、そういう、ああいうふうな、船舶であれば、なかなか難しいんですけども、国際 VHF 無線という、船舶向けの無線がありまして、航空無線の、船番みたいなやつですね。聞かれた方もいるかとは思うんです。結構いるかと思うんですけども、乗ってないかな。一応、ありましたね。船舶用で、周波数割り当て、これ国際的なものですので、もう、コンテナ船やタンカーといったすごく大きな船から、レジャー船、例えば、
もうなんとかマリーナでと停泊しているクルーザー船まで、まあ、あの、資格さえ、持っていれば誰でも運用できるというふうなものになってます。でですね、まあ、これもあの、なんか、まあ、船の車検に該当するものがあるらしくて、それでこの、通信機器の、検査とかもするらしいんですけども、その時に、無線が、あの、基準に満たされており、かつ、まあ、有資格者がいるかどうかというものも確認するという話もあるようです。ただ、今回の、遊漁船に、遊漁船って言いますか、観光船に関しましても、どこまで、ちゃんとやっていたのかっていうのは、まあ、結構、グレーな部分があるらしくて、なかなか、掘り下げていくとすごいことになりそうだなっていうふうな話があるようです。まあ、自動車でいうところの闇車検ですとか、そういうふうなことをやっていたのではないかという話があるようです。でですね、まあ、そういうふうに、陸上と、船との間で連絡する場合ですけども、まあ、いたしかたなく使っていたというふうに、まあ、擁護する方も言いますけども、まあ、私、ちょっと以前、デジタル MCM 線、まあ、MCX さんの、今運用しているものですけども、の記事を確認して、まあ、周波数がどんなもので、まあ、こちらにあります ARDV10 とかで、復調できるものかということを、確認したりして、ましたが、その時に東京の隅田川ですとか、東京湾とかで運航している、いわゆる屋形船、こちらの方に、そのデジタル MCM 線をつけていて、まあ、そこの同じブロックに、で運航している、屋形船の、まあ、共同組合じゃないですけど、それみたいな感じの組合で、出資して、まあ、連絡を取り合って、航行の安全ですとか、出航状況ですとか、そういうのを、まあ、その、会社の方にと連絡してるっていうふうな、ことで、まあ、昔は携帯電話でやり取りしていて、もう料金もバカ高くなってたけど、これ使えるようになってから、もう料金は安くなるし、情報共有も速やかにできるし、いいことばっかりだよ、ははは、みたいな感じの記事が、まあ、載ってました。まあ、これ下駄履かせた記事だとは思いますけども、まあ、そういうふうな感じで、MCM 線とかも使えるんですけども、ただ、あそこの、知床半島のあたりに、果たして MCM 線の電波が通ってるかって言いますと、なかなか難しいところもあるかもしれません。と言いますのも、まあ、一般的な、まあ、こういうような携帯電話ですね。これでも、つながりが悪いというふうな、地域が、その知床半島のあたりとも言われてます。まあ、都市部とかに住んでると、携帯電話って使えて、いつでもどこでも繋がって当然でしょ。人が多い、イベントとかで繋がりにくくなるっていうのはわかるけど、でも、繋がらないところなんて日本探してもないでしょっていう思われる方がいらっしゃるかもしれませんけども、結構繋がらない部分もあります。先日、道志村で行方不明になっていた、少女のものと重くされるかもしれないというふうな、白骨化した遺体が、頭部の遺体、骨が確認されましたけども、あのあたりも実は、あんまり携帯電話がつながりが良くないです。
4月の頭ですかね、ちょっと通し道を、ドライブして、で、山中湖まで行って、で、それで U ターンして、自宅の方に帰るっていうふうな、ちょっと、日帰りのドライブ旅みたいなことをやってきたんですけども、まあ、行きしなですとか、まあ、帰りしなとかに、YouTube で、動画流しながら、まあ、それ聞きながら、行き来したんですけども、その際に、まあ、一時的に、動画が止まって、あれとかっていう風な感じで、繋がってるみたいな感じで、まあ、一緒に行ったものと、確認しながらやってたんですけども、その際に、ちょっと、電波繋がらないね、とかっていう風に話はしてました。で、今使ってるのが、au の、モバイル Wi-Fi ルーターで、ドコモとか、Y モバイルとかまではちょっと調査しきれませんけども、同じような状況ではないかなっていうところが、正直なところです。で、まあ、そういうふうな感じであれば、まあ、話ちょっと脱線しちゃったんですけども、MC アクセスが運用している MCM 線に関しても、つながりが悪いところが非常に多いと思います。まあ、周波数も、携帯電話と同じような800MHz 帯ですので、ちょっと、基地まで行くとつながりが悪いというところは否めないと思います。あとですね、350MHz 帯くらいですかね。の、地域振興無線。こういうものであれば、同じような感じで、まあ、業者とかの垣根を越えて通信ができるんですけども、ただ、基地局に、有資格者、陸上無線技師とか、総合無線技師だったかな、なんか、いろいろあるらしいんですけども、その技師、無線技師の方が常駐してないと、そもそも運用してはならないとか、そういうふうな、結構、若干厳しめな制約があったりして、せっかく地域振興無線として、開局したけど、まあ、その無線の免許を持っている方が定年退職ですとか、あと転職していなくなっちゃったりとかして、で、やむなく、その参加していた、会社の方に説明して、閉局するというふうなこともあるようです。で、まあ、今回沈没する際に、まあ、場所が、まあ、そのアマチュア無線で、どこ、まあ、場所を詳細に説明しちゃったから、まあ、場所がどこになるのかっていうのがわからないっていうことは、まあ、なかった。ってはなかったんですけども、ただ船が沈没すると自動的に、位置情報を発信するというふうなものが、EPUB というものですけどもあります。で、その EPUB というシステムは、まあ、有料ですけども、この ARDV10 こちらの方でも緯度経度が表示されるというふうな仕様になっているようです。まあ、まあ、そういうふうに一般的な無線の周波数で、取ることができる感じですし、まあ、何か誰かが操作しなくても、機械が水に浸かったとか、何かしら衝撃を受けたとか、そういうふうな、異常な衝撃だと思うんですけども、そういうふうなものが検知すると、必要な情報が送信されて、これはちょっと一大事だっていうことで、まあ、日本近海であれば海上保安庁なり、自衛隊、そういう叱るべきと、物資と、まあ、救難信号を拾って、救助活動をすべきところが、出動するというふうな感じになると思います。まあ、一般の、そういうような大型船籍とかも、まあ、小型船舶とかも、もしかすれば、そういうふうな受信機を持っていて、救助活動に参加するということもあるかもしれませんけども、まあ、一般的には多分、まあ、海上保安庁、まあ、海外で言えばコーストガードとかですかね、そういうところでやってるようです。まあ、護衛艦、アタゴという、もの、まあ、海上自衛隊の船と、漁船がぶつかった時に倉庫に通信ができなかった
から、事故が起きたとか、だいぶ前、20年近く前ですかね、言われたんですけど、それから、まあ、状況は、若干は良くなったかもしれませんけど、また、今回、痛ましい事故になってしまいましたので、船舶関係の無線が、これを機に、より、良いものと言いますか、事故が、まあ、船といいますか、海洋関係の事故というのは、発生すると大きな被害になる可能性がすごく高いですので、これを機に、しかるべき部署の方はもう頑張ってると思うんですけども、もう一踏ん張り、頑張っていただければと思います。今回は、このような指名で、動画を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。